皆さん、こんにちは。健康の時間です。今日は、私たち、医療の、と、長生きことを話す。実際、私たち、治療医療のところによく、病気について、例えば、漢方、中医学、あるいは、他の医学、よく、病気、 どういうふうに直すか実際こういうについては、私たち日本でもよく実際本質のことを聞て表します。例えば病気は病の気。病気でしょう。病だけの言葉じゃない。だから病気は、あなたの気は病の状態になる。そういう意味でしょう。 でもあなたは健康になったら、あ、元気、元の気。実際すべて聞いて表現します。注意がここでないけも、皆さんわかるように、病気の根本の原因は何の病の気気は何歳、どういうふうに病になる陰と陽のバランスは崩れて。 バランス崩れてどういう意味意味、陰の気と陽の気はバランスじゃないの。実とか虚とか、多すぎとか少なくすぎとか、そういういろいろな原因でバランスは失調になって病気になります。だから病気の根本的な原因は気のバランスは失調でも、私たち実際治療する。 あれは元気になる。これも実際その崩れたのバランスを直して、例えば、アロの木は、インの木、ヨの木は足りない時に、自分そういうところに、ほという方法で、その木を充実して、そうすると、木のバランスは直して、陰平洋比、あれは陰陽のバランスはいいの状態で、そうすると、この木は、 バランスが良くなって、体も健康なって、元気になります。これは病気治療の根本。方法として、漢方、神経、水眠など、あるいは気候の方法。漢方は実際飲んで何飲んだ実際は飲んだの植物質は、幅でも寝ても、みんな実際その中に 木は持っています。ちょうど体の中足りないのようなの木を漢方あの,ああの創薬から補充するということ。でも神経は実際どういうふうに神経はさすがいろいろ壺です。壺はまるで、例えば、経絡まず。経絡は木は流れる線路。 ツボはある意味話、その線路の駅です。駅はいろいろ車両は集まる。あるいは、ツボはいろいろ木は流れるの集中交差点。そういうところは木はよく詰まってるやすい。詰まったら木は流れないで、病気はなりやすい。だから、神経はそういうツボに刺激して、よく流して、 そうすると、陰と陽のバランスはよくできるように。だから、そういうの心境も実際、気の調節のことです。でも、水難はもちろん。例えば、あるところは、肩こり。こりという字は実際、非常に面白い。こりは実際は詰まっているの意味です。何の気詰まっている肩こりはだいたい触れるときに硬い。 硬い、あれは懲りあるとか。これはみんな実際は弱気はそっちに詰まってるの証拠で。こういうところは実際初めては人間体の色の原因で、例えばあんまり動くないとか、悪い姿勢とか、あるいはあ、例えば風に受けるとか、寒くなるとか、色外部の原因、そうするとそっちのところの組織、素質は 大体、木は固まって、流れ悪く。なが、木はまま流れ悪くなると、血液も流れない。なぜ、木は、血液のエンジンです。木は止まったら、血液も止まってる血液止まったら、そうすると、新人代謝できない。老廃物質は外に出すはできない。 でも新しい新鮮な栄養素、酸素は組織に入れない。だからずっと最後詰まって毒素くなって、そうすると痛くなって固まるになります。私たちのセイナーは、そういうところによくああの力入れて、もみもみで、そうするとその組織は血流と木の流れは良くなって、流れは良くなって、森林代謝は良くなって、 ある組織腫れるところもだん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 良くなって痛みはなくなります。だから、そういうことでいろいろ治療方法はありました。でも実際本当もっと直接のことは私たち気候の練習でそういう効果は直接はできます。なぜ気候の練習はもともとは気のバランスは取るということで数を吐く。 白は陽、須は陰。次、木の上に上がったり、下に下がったり、外出たり、中に入ったり。そういうの木の動くより、体が詰まっている木は流れます。バランスは崩れところはバランス回復など陰平陽気になります。そうすると、体はどんどん元気になるでしょう。だからぜひ、特に少林寺木子の場合は、そう,うの 気の呼吸より、ポーズより、意識より、さらにもっと合理的に、あるいは特に心の進歩は素晴らしくて、そうすると、この効果はさらに一応、あレベルアップ、速くなるでしょう。